前回の続きかと思った。騙されたなお前ら。急に視聴者に対してキレていくスタイル。はい、というわけで皆さんどうもこんにちは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はどうも。二部でございます。ツッコミ担当のマリサだぜ。アイドル担当のモナだよ。いや、なんでいるんだよ。ふふふ。騙されたなお前ら。何すかそれ人気なんですか。大体、前シリーズの最終回じゃ何か色々と匂わせたことを言っていたが、よく考えてみろ。こんなくだらないただのつくんやつが死ぬわけなんて作れるわけないだろ。パート1から色々メタすぎるんですが。いやお前もなんだとみたいな顔するなし。ということでこれからもサザエさん方式をやっていきます。相当ギャグに走っていくのか。フランだぞ、よろしくな。お前らそれを流行語にでもしたいの。そう思うならさっさと始めろよ。ということで新規視聴者を置いてけぼりにさせたところで実況を始めましょうか。車検に対して厳しくするスタイル。きっと今頃コメント欄は騙されたなお前ら、で埋まっていることでしょう。とにかく今回はフランを加えての実況です。大体裏方の仕事だが、よろしくな。なんかお騒ぎしそうだね。それでハマイブリはここまでにして、さっさと新ワールド作りましょうか。できました。どうしてこうなったし。なんでワールド名を日本語にしなかったんだこのおたんこなすすっとこどっこい、だって。知るか。ねえねえ、黙れ小僧かと思った黙れ小僧かと思った。騙されたなお前ら。もうそろそろ飽きてきました。ということでワールドが生成されましたね。まさかのまともな実況までに1分30秒もかかるとはね。それじゃあ少し周りを探索するので、その間に今回入れている主要なモッドを紹介していきますか。はいはい、それじゃあ紹介していくぞ。君が泣くまで、僕はダイヤを作るのをやめない、プロジェクトE。これでダイヤーさんも大喜び。そっちのダイヤーさん関係ないです。今回もこれがメインなんだね。神羅万象を破壊する、チート、オブ、チート、BAA。これは ANGU と課題天使の指輪などを追加するモッドだね。今回も悪用していきますよ。パイプの力で高揚化、みんな大好きクアリー、ビルドクラフト。ついに高揚モッドの登場か。これで私も高揚系ゆっくり実況者の仲間入りですね。今すぐ高揚系ゆっくり実況者全員に謝れ。それで早間に穴を開けて仮拠点を作りましょうか。とりあえずクアリーでマップを掘りつつ、まったりのんびりとダイヤを集めたいですね。あと、大きな家を作ってニート生活したいですね。ついにマイクラでもニート生活するのかお前。うるせえ、人類皆ニートなんだよ。その偏見しかない哲学。視聴者の皆さんはぐうたら生活していますか？まあ別に聞いてないんですけど。さっきの無言の時間を返してくれ。それじゃあテキパキと採掘していきますか。これで資源が集まったらこのマップでは二度とブランチマイニングはしないでしょう。まあ工業って言ったら鉱石だもんな。何事もなく E11 に来たのでここからは横に伸ばしていきましょうか。一応マップを見ればわかるんですが、溶岩がある洞窟に出たいんですよ。なるべく早く、なるはやでネザーに行かないといけないので。まあそのために溶岩が欲しいと。そうですね、すべては気ままに、その時の気分でやっていきます。シルバーフィッシュが出てきたね。いやお前荒ぶりすぎだろ。それでハスローモーションでもう一度。いやリプレイしなくてもいいし。振ったピッチェルが見事にどれも当たってなかったな。この時ボケーっとしながら掘ってたので本当にびっくりしました。おーおー、溶岩です、溶岩です。見たところ鉱石も多いね。こんなにマグマが多いのならば、シフトを外してしまうこともあるのではないのか。何その露骨なフラグ。私、無事に洞窟から帰ってきたら告白するんだ。フラグの作り方がベタすぎるんですが。けどここまで来てマイクラ要素がほとんどないからやるしかしません。そんなこと言っておきながら最終的にはマグマダイブして動画的にもうまうまな点。しません。それでもある日学校に投稿してしません。ち、いや露骨に舌打ちするなし。ダイヤを見つけました。そういえばダイヤって最低何個必要なんだ？最低2個で十分ですね。2個取れれば錬金術で無限に増やせるのでね。錬金術って怖い。それじゃあ取れたてのダイヤで作った作りたてのピッケルを使って浸したての黒曜石を取っていきましょう。浸したての黒曜石ってなんだよ。マインオールって便利。それでは早速ネザーゲートを作りましょうか。錬金術を始めるにはグローストーンが必要不可欠なんですよ。まあ少し行くだけならガストとかマグマダイブとかないと思うので安心ですね。はい、フラグ1本建設されました。これからはフラグ建設の魔術師、もしくは食パンについている M みたいなプラスチック、もしくはカレーを入れるランプのようなやつって呼んでください。なんその形わかるけど名前がわからないシリーズ。ということで今回はここら辺りで終了です。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくな。
まだ自然あふれるこんな地形豊かな土地を見れるのもあと少しなのか。まあなる早でクアーリーも作りたいですね。なる早も流行らせたいんですね。わかります。ネザーゲートに転化したところで、ご視聴ありがとうございました。次回もまた見てね。